皆さん、こんにちは。千葉ドール工房です。本日はですね、こちらの馬の紹介となります。で、サイズ的になんですけど、MDD サイズぐらいになってますね。で、まあ、こちらにオビツ50もいるんですけど、例えば DD ダイナマイト。まあ、DD と DD ダイナマイトと同じサイズですけど、こういった感じで置くと、ちょっとまあ、あれですね、子供遊園地にいるポニーぐらいのサイズになりますね。 なので基本的には MDD で使うような感じになります。バグの方もそのサイズで作ってます。で、まあ基本的にはこの市販の馬のぬいぐるみにうちの工房でこういったバグをつけているというコンセプトですね。で、バグなんですけど、一応本物のバグと同じような仕様で製作しています。こっちもそうですね。で、口の中にこう、 金具がちゃんととあったりとかもしますね。で、ここでベルトとかで留めてる感じですでこの手綱もここのナス管で留めてますので好きな紐とか革紐に交換もできますねでえー、と蔵の部分ですね蔵の部分も本物のまあ蔵と同じような感じで作ってますで装着自体もこうやって紐で留めてるだけですのでここに D 缶が4か所こっちにもありますのでそこでまあ普通に止めてるだけですねなどでももっとかっこいい紐とかあれば交換しちゃうこともできますはいでえー、とまあ足の部分を支えるパーツとかもありますので割と安定して MDD を載せることができますでまあおまけでここにこういった バッグもついてますすのでで何か入れることもできま,す、ね、まあ後ろから見るとこんな感じですじゃあ乗せてみましょうかただこの市販の縫いぐるみで足はそんなに強くないので、まあ、MDD を乗せるときはこういうなんか台みたいのを下に入れて乗せてあげるっていう感じですねまあ普通に こうやって、まあ、しゃがませる感じでこうのせてあげるだけですね人間用のまあ蔵と一緒ですねこういうふうな感じで足もこう止める感じですねでまあこう手綱を持たせてあげると本格的な雰囲気になりますこういう感じですね はいまあこれだけなんですけれども今回は MDD にちょうど使えるぐらいの馬のセットの紹介でしたまた何か作りましたら動画を作らせていただきますのでよろしくお願いしますそれではまた